バウアー、メジャー30球団どこも狩らない模様。 NPB に残る場合って12球団どこが勝ってもええんか。 MLB に復帰したいなら日本にいる間に裏で交渉していてすぐに発表してると思う。 MLB に戻れるわけないなんて分かりきってたけど、これでバンクで確定やね。 MLB 無理ならホークスやろ、なでの資金力じゃかなわんやろ。あかん、ガシンマンダ戦と合わせて100勝してまう。来年のペナントはつまらんわ。なんかやらかして途中で離脱しそうやもんな。そもそも何のつてで横浜なんか来たんだ。安楽とバウアー取るのはさすがに強欲が過ぎるわ。山川と比べて許されているような、やっぱ見た目か。バウアーってなんかふざけてる感じするのに、冗談言ったら無言で切れそうな扱い難しいやつっぽくて嫌いなんやが、なんで外人だけ契約終わったらどことでも契約できんねん。今永マネーでバウアー取れば1年は助かるやろ。バウアー嫌いなんだよね。オールスターで球種予告とかくっそ寒いことやって、しかも被弾してほんと寒いわ。MLB 本当にすまないと思ってる。折はめっちゃ山本資金あるから折り返ればええんちゃう。とは言うても中4日とか無理か。実は終盤はエラーしても怒らなくなったし、気にしてないって分かってないの多いな。初戦は猿回しの猿なのに堂本に喧嘩売ってるのがあかんわ。古田みたいなもんよ。ご視聴ありがとうございました。